エンゲージキスキャラクターファイルナンバー2キサラ。有限会社イサム&シュー事務所所属、ベイロンシティで唯一の悪魔を殺す悪魔。最強の能力と重度の思い込みでシティの平和と俺の最低限の生活を守ってくれる依存系悪魔とも言う。あなたがそれを言ってしまうとさすがにあの子が浮かばれないと思うけど。まあまあまあ、それはひとまず置いておこうよ綾乃さん。ちなみにキサラ役の相沢さやさんがオーディションの際最も評価されたのはその真に迫るヤンデレ演技だったそうです。それを受けて相沢さんの担当マネージャーさんは、今後はどんどんその路線で推していく方針ですと力強く語っていました。次回エンゲージキス第3話、ほんのわずかなひどい代償。ちょっと待って、私それ聞いてない。